はい、どうも皆さんこんにちは、ハリチャンネルのハリです。今回もご動画をご視聴いただきありがとうございます。それでは今回はですね、ミニ四駆の空力について新しいアイディアが生まれたので動画にしてみようと思いました。そもそも空力とは何ぞやという人もいるかもしれませんので、ミニ四駆の空力についてのお話をちょこっとだけしておきます。僕らミニ四駆の第二次ブームの世代、35歳ぐらい、30代後半から中盤ぐらいまでにかけてが多分第二次ブームの方だと思うんですけど、第二次ブームの方は空力といえばまあミニ四駆ですよねみたいな、ミニ四駆といえば空力ですよねみたいな世代が多いと思うんです。それはなぜかというと、レッツエンドゴーというアニメがあって、レッツエンドゴーのアニメの中で土屋博士とか登場人物がミニ四駆にやっぱり空力が大事なんだって、空力を最大限に生かしたフォルムでなんとかなんとかだとかやって、アニメの中で空力がすごい重要視されてるんですよね。なんでそのアニメを見て育った世代にはやっぱりミニ四駆といえば空力だろうっていう流れになるんですけど、実はもう二次ブームの時にはすでにミニ四駆に空力はほとんど意味がない、まあ意味がないみたいな研究結果になってるんですよね。それはなぜかというと、ミニ四駆の32分の1スケールにした時にミニ四駆の車重が重すぎることが原因に挙げられます。32分の1スケールになったのにもかかわらず質量が 120g ぐらいある、 100g ぐらいある、これはなんかもう車体的には重すぎるらしいです。だから表面積がそんなに大きくないので空力が少なくて、発生するダウンフォースも全然車重に対して足りない。だから空力は本当に誤差レベルでしか働かないから、まあ意味がない、結論意味がないみたいな研究になってますが、まあ、第3次ブームから現在まで続くミニ四駆の流れがあって、第3次ブームの頃からミニ四駆は普通に速さを競う競技なんですけど、まあ速さを競うだけでなく、そのジャンプセクションをいかに上手に攻略して早く抜けるかっていう遊びになってきています。そうなった時に、はい、ダウンフォースはほとんど意味がないっていう結論だったんですけど、空中でマシンの姿勢を制御するには多少効果があるんじゃないかっていう研究をなされている方がおりました。で、自分もその研究結果を見て、まあ、ダウンフォースを信じてるっていうのもあるんだけど、ダウンフォースを信じてるっていうのもあって、以前スーパーダウンフォースマシンを生み出してしまったみたいな動画を作っていて、空力の効果は若干やっぱりあるんじゃないかなっていう風に考えてます。そこでですね、自分はあのラジコンもちょっと持ってるんですけど、ラジコンとかで使う空力パーツを参考にして、フロントウィングのパーツを使えば、ミニ四駆を安定して前からしっかり落とすとか、後ろ下がりで前上がりだった車体をフロントウィングをつけることによって前下がりに変える、そのことによって立体セクションを攻略しやすくなるんじゃないかっていう仮説のもと、こんなパーツを作ってみました。これは、フロントウィングのパーツです。まあリアにつければリアウィングなんですけど、ウィングのパーツです。どんなパーツかっていうと、ライキリのボディの後ろを切ったものになります。これをフロントちょうちんの、付け根の部分につけて、フロントウィングは動かないように、まあ、提灯を動くようにっていう風に稼働します。このウィングをですね、提灯のところに稼働してしまうと、ダウンフォースが結局発生しても提灯を閉じる動きになってしまって、車体にダウンフォースが加わらないので、必ず、マシンに取り付けるようにします。で、これをつけて、走らせて、つけないで走らせた時とどんな風にジャンプ姿勢が変わったりするのかを今回は見ていこうと思います。それでは走行動画ご覧ください。はい、実はフロントはノーブレーキなんですけど、なんかハイパーダッシュ3でなんとかクリアですね。ではジャンプの姿勢を見ていきましょう。それではウイングなしのスロー映像ですが、だいたい2枚
ちょいぐらい、2枚半ぐらい飛んでるのが分かります。今着地ミスってまして、今回上手にできました。なんか奥にもドラゴンバックがあって、そのドラゴンバックの着地が失敗して、なんか挙動が不審な状態で入るとこんな感じで、すごいずれて入っちゃってコースアウトするみたいなパターンがありました。1回目はうまくいったんですけど、1回目以降はなかなか3周入らなかったのがこのウィングなしですね。はい、では続きまして、このマシンのフロントにウイングをかけて、ウイングをつけてダウンフォースをつけて、フロント下がり姿勢で安定したジャンプを目指してみます。それではフロントウイングをつけて走らせていきましょう。はい、ではウイングありスローですが、さっき2枚と、半分ぐらいだったんですけど、ウイングありはだいたい2枚ジャストぐらいの飛びになっているような気がします。ほら、ここなんて分かりやすいですけど、さっきあとミニ四駆1台分ぐらい前に飛んでたんですね。これちょっとスローを重ねてみてますが、はい、2回目に飛んできたのがウイングありのマシンなので、やっぱりミニ四駆1台分ぐらいは飛距離が短くなっているように感じました。ブレーキがセッティングが厳しい時とかに、最後の微調整なんかでこのウィングは使えるんじゃないかなっていう風に自分は感じました。あとなんかやっぱり前下がりになっているような感じもします。というわけでいかがだったでしょうか。このフロントウィング効果を実感できたのかと思います。ちょっと今違うマシンにつけてるんですけど、実は先日店舗の大会に行ってきまして、このフロントウィングマシンで準々決勝まで行ったのかな。そんな大した戦績じゃないんですけど、一応3回勝ちました。3回勝つことができました。やっぱり、今ブレーキ張ってるんですけど、なんか30度バンクがあんまり経験値がなくて、バンクスルーがうまくできなくて、フロントブレーキを弱めるっていう選択肢しかできなかったんですね。で、フロントブレーキ弱めた時に、やっぱりドラゴンバックが飛んじゃうみたいな時に、そうだ、俺にはこの前練習したこのフロントウィングがあると思って、フロントウィングをもうとっさにつけて、だからさっきこの前あの片軸のマシンだったんで両軸についてるんですけど、その時にもうとっさにもフロントウィングをつけて、この動画編集中だったんで、まだ全然世にも出してない時だったんですけど、フロントウィングつけて飛び姿勢をまっすぐにして、あのちょっとジャンプ半枚分ぐらいなくして、勝ったって感じですね。やっぱブレーキが薄いから、このドラゴンバックの後の加速とかが良かったなっていう風に思います。どうだったでしょうか。僕個人的にはね、フロントウィングね、かなり効果を感じました、本当に。で、この形のフロントウィングは、実車系ボディのリア側のパーツだったら誰でも持ってると思うんで、こんな、どんな人でも作ることができるので、ぜひやってみてください。ちなみに、リア側にも付けれますが、リア側につけると、この前上がり姿勢になってしまうんで、あまり良くなかったですね。リア側につけるなら、これを逆向きに取り付ければ、逆にリア上がり姿勢になるんで、ちょっとまあ良かったような感じがします。まあとりあえず今回は、ソニックじゃないけど、熱のマシンということで、フロントウィング作ってみました。では次の動画も皆さんお楽しみに待っていてください。今回もご視聴ありがとうございました。補足ですが、電池が得たってきて速度が落ちると、コースアウトする確率が上がった気がします。もしかしたら、ある速度に到達していないとダウンフォースが弱いのかもしれません。気のせいかもしれませんが、今回もご視聴ありがとうございました。